はい、こんにちは、ゆうみです。ちょっとね、出先なんでホテルからのお届けになりますが、9月の12星座別のリーディングをお届けしたいと思います。はい、今回はこんな感じで撮っていきたいと思います。これ見て、新しく買ったカメラ。旅先に持ち歩くカメラが欲しくって、でも GoPro だと音が悪いしっていう感じで、アクションカメラのソニーのねものを買って実は持っております。今回はこれでね撮っていくんですけど、照明とかがねいつもの場所じゃないのでちょっと見づらいと思うんですけど、まあご了承くださいということで、内容だけ伝わればそれでよしというところで堪忍していただけたら幸いです。それでは早速見ていきましょう。はい、それでは早速見ていきましょう。今回は2019年9月、太陽星座獅子座さんたちへ向けたメッセージを見ていきます。カードがバラバラしてますね。はい、こんな感じで出ています。まあ今月獅子座さんたちに関してはなんかすごく傷つくことがあったのかなっていう印象のメッセージがまあ来ていて、でもカードとしてはまずアフロディーテね、これは内なる女性性、これは男性でも女性でも共通です。内なる女性性を育みましょうのカードです。まあ女性性っていうのはいろいろな側面があって、まあ、実際に何かをね受け入れ育むっていう面として使う場合もあれば、まあ、実際にね表面的な美意識みたいなのを磨いていくっていう意味にもなります。で、まあ、特にアフロディーテの場合はこう隠さないセクシュアリティじゃないけどさ、その男性としてなら男性としてのセクシーさ、女性なら女性としてのセクシーさで、共に健康的な状態であるっていうのが絶対なんだけど、アフロディーテが表すセクシーさはもう健康であるそのものがセクシーだよみたいな意味があるので、まあ前にねアフロディーテチャネリングした時にそんなことを言ってたのでまあシェアするんですけど、もう健康であってハツラツと生きてたらそれはそれでもう生命力が溢れてるっていうのはセクシーだみたいなのがアフロディーテが表すセクシーなんだけど、まあそういうのを隠さないで自分自身を着飾るみたいな、でも自分自身を楽しむって言ったらいいかな、そういうのも一つこのねインナーゴッテスのカードが表す意味になってきます。まあメンタル的なね部分で取る人もいて、その解釈も正解です、まあ、自分自身が受け入れる育むそういうメンタルを持ちましょうみたいなのも必要なんだけど、今に関しては内面をどうのこうのっていうよりも自分の内面を強くするために表面着飾りましょうとか、まあ、やっぱり生命力養いましょうとか、そういう意味合いで出てる方が強いような印象です。で、まあ、ネメトーナーなんですけど、ネメトーナーは神聖なスペースを作りましょうっていうカードで、それは実際に部屋の中に、まあ、ストーンサークルを置いてあったりとか、祭壇をね、作っていたりだとか、まあ、いろいろね、人によってあると思うんですけど、実際に物理的にそこに祭壇を作る、神聖なスペースを作る。パワースポットに行く、神社を参りする、それでもいいし、自分の心の中にしっかりとした静けさを保った神聖なスペースを築く。でもいいです。心の中の神聖なスペースという取り方もあります。要はさ、自分の心の中に神が住むっていうような考え方もあるので、どちらでもいいです。表に向けて実際に物理的に神聖なスペースを作るでもいい、心の中に内なる神殿を作るでもいい、どちらでも構わないですけど、自分にとって今ここにいる時はもう
スピリットである自分自身とつながる時間だ、そしてスピリットガイドたちとつながる時間だっていう切り替えがパンってできるような場所を作るっていうのがすごく大事です。で、まあ特にね、この2つが出てるっていうことは、あなた自身の本質どこ行っちゃったのみたいな印象をこのねカードの並び方からは受けます。だから何か傷ついて嫌なことでもあったのかなって最初にね言ったんですよね。自分自身が分からなくなっちゃってるとか、なんかすごい傷ついたことを人から言われて傷ついたとか、何かで傷ついたことによって自分自身の本来の姿とか価値だとかポジションだとかがね分からなくなっちゃってるとか、だからそれをもう一回気づき直しましょうねって、自分軸しっかりしましょうよみたいな印象でもいいです。まあ、そういう出方をしています。で、まあ最後セドナなんですけど、これは無限の供給です。あなたに必要なものは常に与えられ続けていて、まあ不当に扱われることもないし、すべては満ち足りていますと。ちゃんと受け取れるから心配しないでねっていうことです。で、まあセドナってものすごい、まあなんていうの、スケールの大きな慈しみのエネルギーっていう印象なんですけどね、海の女神なんでね。だからなんかすごい困ってる時とか不安に思ってる時とか、将来不安だなとか、あれがうまくいかないから不安だなとか、自分がうまくやっていけるのかわからないとかね、なんかそういう時には、まあ、そばに寄り添ってくれるっていうような印象がすごい強い女神なんですけど、エネルギー的にはね。だから何かすごい傷ついて自分が分からなくなってしまっているこの1ヶ月に、ちゃんとね自分軸を取り戻して、もう一回基盤を作り直して、その自分自身の内なる神殿とのつながりをしっかりと持った上で、ちゃんとね必要なものは与えられ続けていて、いつでも忘れられてることはないし、不当に扱われることもないし、あなた自身が受け取るべきものはちゃんと受け取れるんだから、心配しないでくださいよっていう感じのメッセージです。まあまとめるとね。なので今月は自分の心配とか不安とかをちゃんと正面切って向かい合って解消してあげるとか、まあヒーリングしてあげる1ヶ月にするといいのではないかなって思います。多分だけど、それぞれご自身が思ってるよりも結構引っかかってることがあったりとか、もう長年積み重ねてきた同じこと言われるんだよないつもみたいなのが、そろそろ手放されてもいい時期なんじゃないのっていう感じですね。まあ外せる時期も来てるし、なんていうの、もうそろそろいいよねって自分でも思ってるんじゃないっていう感じのメッセージも来ています。まあ、具体的にね、それが何かっていうのは人によって違うと思うんですけど、まあちょっとね、心の中を整理して、自分自身が受け取るべきものっていうのを整理ね、していける1ヶ月になるといいんじゃないかなと思います。特に、まあ身につけるものとしてはゴールド系のものとかを、まあ、なるべく足元につけておくといいのかなっていう感じのビジョンが来ていますので、それも一つねやってみていただけるといいと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。なんかもうだいぶね、あの女神のカードは使ってきてるので、もうカードの意味は分かってますとか、まあ色のね意味も大体分かってますとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ徐々にね、こういう組み合わせはこうやって読んだらいいかっていう参考にもなったら嬉しいと思うし、最近、まあやっぱり私はカードよりチャネリングの方が得意なので、カード並べてはいるけど、基本はまあチャネリングでこう、下ろしたのを読みながらカードと合わせてメッセージをシェアしてるので、まあそんなこともできるんだよっていうのの一つね、サンプルとして動画を使っていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画が面白かった、役に立った、また次も見たいと思ってくださったら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。あとブログやインスタ、
あと誘導瞑想チャンネルもね一緒にフォローしていただけると幸いです。誘導瞑想チャンネルの方はね日々使える、まあ、初心者向けのね誰でも使える瞑想音源を短めにしてお届けしてますので、まあ、日々のねエネルギー調整にでも使ってください。そして9月1日になったらブログに9月1ヶ月のワンオラクルとしてカードを1枚ねメッセージあげてるのでそちらもぜひご覧になってください。で、まあ一番よく更新してるのはインスタなのでインスタね見ていただけると次こんなセッションやるんかなみたいなのも時々載ってます。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。